皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲコちゃんです。いやー、 S ガンロは差し入れしてしまって、 S ガンロはちょこちょこやってたんですけども、一時期はちょっと熱入れやってて後半ちょっとできてなかったんですけども、まあ差し入れしてしまったということで、まあ、ガンダム系のアプリっていうのがね、ほとんど結構なくなってしまっている状況になっていて、でようやく昨日ですね、新作のガンダムアプリが登場した。それがこれなんですけど、あのね30分ぐらい撮影したのさっき、実はだけど、この MacBook につないでここからね撮影してるんですけど、 MacBook が勝手にあのスクリーンセーバーになりまして全部消えましたね、データが。驚愕の全部消えるというとんでもないことになってしまったので、まずはどれぐらい引いたのか皆さんお見せしていきたいと思います。まあ5、6万分引いたのかな。モビルスーツ一覧で見てみようか。モビルスーツでいうと、まあ、UR だけ見ていきますか。 UR は1、2、3、4、5だね。だから左からザク2と、ナラティブガンダム、そしてケンプファー、リガーズイに、これなんだ、俺ガンダム持ってたの、あ、ガンダム持ってたんだ俺。あ、ただ教習機水ガンかいろんな種類がいいんだねこれね、っていうぐらい UR は。でキャラに関してはこんな感じだね、こう、ウラキ、まあいいや、こう、こうでしょ、カミーユ、シャ、そしてなんでこの子、名前、あ、そう、ヨナだ、そうそう、ヨナでしょ、アムロ、シロ、くらいかな、UR は、うん、こう、ウラキ、結構高いんだな、数値、はい、まあ、そんな感じで、今回はまだ、ナイチンゲール持ってないよっていう形になっていたので、まあ、とりあえずそこだけ、バチッと引いていこうかなっていうところでございます。はい、実績だったりとか、いろいろ俺、多分ね、ゲットしたんじゃないかな、これ。うん。お、500円ショッすげえ。これゲットできたんだ。パネルミッションとかもできてるので。あ、そう。あ、そう。すごいじゃん。あ、で、そう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 。課金したんで、いろいろね、ショップでね、もらえたと思うんだよね、俺。うん。はいはいはい。グランドコイン。へえ、そんなのあるんだ。ナイチンゲールの設計図なんだ。すげえな、俺。3000持ってるけど大丈夫、グランドコインめちゃくちゃ持ってんじゃん俺。待って、あれさ、これさ、モビルスーツガシャチケットってどこで使うのこれ。めちゃくちゃもらった気がするんだけど、あれであのガシャ引きまくったんでね。これ、あ、下の方なのかな、期限なし、あ、これか、多分これだな、これじゃねえのかな、あ、これだわ。 UR 確定ありがとう。ただ何が出るかは分かんない何が出るかは分かんない。うん、これ UR 確定。ちょ、演出ちゃんと見た方がいいね、これね。これ多分、登場して、喋る、戦う、近接する、後半戦に続く。続かねえし。後半戦に続くときあるよね、多分。リガーズ持ってる、さっき紹介したやつ、おい、なんだおめでとうございますって。まあいいけど、ありがとう。うん、まあ、一応ありがとうです。それはこっちも引いとこう。まあこっちはね、もう欲しいキャラはあんまいない。まあジオリジンシャーぐらいかな。これ赤になるんですよ。赤になって、で演出が後半に続くんですよ。ピヨンピヨンピヨンっつって、そうするとなんかいいのが出るっていう感じがした。さあこれが後半だね。このセットで虹はなんかまあ結構出た。たまに出ない時あったけど同じ。おお、持ってない、まあ、ユニコーン持ってないけどな。それで言ったら、それで言ったらユニコーンも持ってないけど、まあうん、これぐらいか。なんかいろんなガシャのチケットもらったんだけど俺、おお、いろんなガシャチケットもらった気がするんだけど、ああないんだね。まあ違うところで引けんのかな、ひょっとしたら。まあいっか、じゃとりあえず引きに行きます。ナイチンゲール、これね結構引いたんだけど全然当たんなかったんで、もう110回引いてて分かんない。この所持交換ポイント10連で10貯まるから、うん、はい、40連引いていきますか。じゃあ頼むよ。タッチ、後半戦いかないのかな、あれ。なんか行ったんだけどな、行ったような気がしたんだけどな。アムロがしゃべる、いいんじゃない。これさっき虹出たもんね。いや、これ出んのか。後半戦いった、ほら
これだよ、これビームライフなのよ。こっからはバウン、これはもうにじてる、ほれね、9個目ですよ。1つ、まず入ってるな、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、次、お、持ってない、ユニコーン、あ、やった、やった、勝ってるよ、それは勝ってるよ、さって、さっきバランス出たもん、勝ってるよ。すごい渋いとこ引いてくるね。違うよ、でもそれ分かった、ありがとう。違うの、ナイチンゲールが欲しいのよ。欲し、でもユニコーンも欲しかったけど持ってなかったから。サクセス、喋る、シャワー、喋る、後半戦に続く。よし、これは来た、これよ、200ちょうだい、まあそうだよな。9箱目ね、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、そして9つ目、まあまあまあ全然いいや、慣れてる、うん、全然いいよ、うん、ザクツ、シャワーのザクツとかね、生きるから。結局今属性ゲーらしいからさ、うん、まだいける、参る、いいぞ、タップ、バナージ君は喋らない、フルフロンタルは喋る。いやー、これはお別れだ、前半戦で終わるかな、前半戦で終わる。お、でも金はめっちゃ出た、でもこれはスキップだな、うん、もう一回ラストかな、これで最後はかっこよく頼むぞ、タップ、リンダキューバーゲームみたい、頼むぞ。え、ハローが出なかった今、これ最悪じゃない、ハロが出ないって初めて見たかもしれない、なんだろう俺、これはなんか金すらない、あ、金はあるか、金か、あー、かったく、そうだよな、そうだよな、こんなもんだよな、150だよな、そうだよな、 OK、 じゃああとちょっとシングルパパッと引いて終わりにしよう。そしたら金、これバンバンバッてグフカスね、いいよ、いや、どんどん引いちゃおう、意外と UR 出るかもしんないから、カプール、いいよ、全然いいよ、頑張れ、やばいやばい、ラスト460残しとこう、やめ、やっぱり残さない、もうリックディアス許さないわ、マジで本当に、これ終わり、ラスト、泣いても笑ってもラスト、ダメだろこれは、いやー、最後のシングル頼むマジで、前半戦で終わるもういや、そうだよな、カップルやめろ最後はい、まあ、そんな感じで、まあ、30分ぐらい撮影したんですけど、それ全部データ飛んだんで、ちょっとね、割愛して総括という形で、ね、最初説明させてもらったんですけども、ちょっとちょこちょこね、ぎこちゃんこれやっていこうと思いますので、皆さんぜひとも今後とも見てくだされば幸いです。というわけでバイ